した、泣いたわ。泣いた。えい、サンキューだ、マジで。やったね。マジで、うまいね。いや、よくやってくれたよ、もう最高。これでね、顔やばかったよ。やばかったわ、すっごい顔してたよ。よし、これであいつも、懲戒免職だ。やばいね、やっちゃったね、ついに。しゃったぜ。そう、バレたよ、みんなに。マジで、どうする？どうするな、これどうする、マジで。言っちゃう、みんなの前で。言おうぜ、お前みんなでさ、バラバラどうぞ。言っちゃう。もっと追い打ちかけようぜ。行こう、やるしかない。行こうぜ、行こうぜ。はい、この問題はですね、全校生徒全員1年生だけとかではなくて、1、2、3年生全員全学年で関わる。先生、は？は？何をお前、よいしょ。は？ちょっと待ってください。すいません、山田先生、山田先生、ちょっと。おい、みんな聞けよ。こいつ生徒に手出しました。皆さん聞かなくて大丈夫です。今から証拠流します。お前、それお前なんていうのかな、コミュニケーションとかを取る上で非常に俺も好きだ。うん、何ですか。だから付き合ってほしいって。あ、いや、ただ先生と生徒の生徒、あ、だからこの絶対に絶対にこう誰にも言わない。はい、ごめんなさい。こいつさ、マジキモくね。いや、なんだお前。校長先生。あ、違います、校長先生。校長先生、どうする。こんな先生いていいですか、校長先生。今のは違う人です。皆さん耳を処分お願いします。帰りなさい、お前。以上です。帰りなさい、お前。おい、ちょっと待って、おい。すいません、今のはですね、ごめんなさい。今のはですね、完全に違う人というか、意味わかんないことをただ言ってただけなんですので、校長先生も勘違いはやめていただきたいなというふうに思います。後でしっかりと真実を伝えていきたいと思うんですけども、なので先ほど言った通り、1、2年生だけじゃなくて3年生全員が挨拶をしっかりしてくださいね。道は下校の時は必ず横にならずに1列2列で帰ってくださいねということをしっかり意識してやってください。いいですかね。先ほどのあれはただの嘘なので皆さん気にしないでください。いいですか。